マジうまい。これアメリカっぽくない？お水信じられない。これ今まで一番美味しいスープなんですよ。チャオボンジュールのボナセーラ、ゆりこたえがです。お久しぶり、ウェルカムウェルカム。今日はお久しぶり、パスタを食べたりいろんな食べ物の動画を撮りたいと思います。なぜというと、知ってる？ちょうど昨日からセブンイレブンとイタリアンフェスタが始まりました。イタリアンフェスタといえば私でしょう。ジングルジングルジングル。イタリア料理がプロデュースしたの有名なシェフさんがこういう限定のパスタとかこの限定の食べ物をプロデュースしてますよ、セブンイレブンと。だから今イタリアン食べたいだったらすぐセブンイレブンに行ってすぐ食べるようになったので、イタリア人としてお鍋だけでちゃう。ありがとうありがとうまずはワインからいきたいと思います。食べるの前に必ずワインを飲むんですね。こんな感じです。ウェーイ。どこからのワインです？で、ニュージーランド。あれ、これニュージー…え、ニュージーランドで書いてるなんですけど、イタリアのワインじゃねえんかよ。おいおいおいなんで、もう最初からだ、ダメだよ。なんでニュージーランドなの？まあ確かに、あの名前はね、ま、名前はね、マルボールブリーズバレーサンボニョンデブランク。イタリアンっぽくはない。イタリアンっぽくに言ったんだけど、イタリアンではないね。確かにアメリカってな感じはするなんですけど、アメリカでもなくと、ニュージーランドで書いてるなんですけど、ここ。いいんですかこれ。おい。はい。まあ、知らないワインなんですけど、まあ美味しいかもしれないんですね。イタリアでもないんだけどね。これ白ワインですね。結構。辛口らしいんです。チンチーン！乾杯！飲みやすいな飲みやすい、飲みやすいっていうか。めっちゃ、お水パーンお水パーン超水っぽい、これ。ジュースみたい。え、ジュースみたい。これ本当のお酒ってこれの本当のお酒かな、これ。へぇ、まあ、ワインはね、ワインはね。ワインは、ママかな。はい、料理の方が美味しいかもしれないです。まずから、冷たいパスタか。次は冷たいパスタでございます。これは私の実家のパスタみたいです。これ、こんな感じなんですけど、あの、多分みんなよくわかるジェノベーゼ。私の実家はインペリアなんですけど、結構ジェノバから近くて、まあ、ジェノバに何回も遊んでに行ったり、まあ、ジェノバとインペリア正直変わんない、同じ市なので、で、リグリア市はこのパスタはものすごく有名です。で、これはね、冷たいパスタ、ちょっと珍しい。冷たいパスタもね、あんまり食べないんですよね、イタリア人は。でも、夏になると確かに、冷たいパスタじゃないとちょっと無理んじゃないかな。リゾット、冷たいリゾットが結構みんな食べるなんですけど、これは、なかなか、そこまでね、場所によってないんです。ド・アルポルト、リストランテ・アルポルトのプロデュースしてるんですよね。アルポルトは私の、実家の同じ。アルポルトは港でという意味なので、まあ港町としてこれはおすすめです。では食べてみたいと思います。見た目からね、すっごいサラダっぽいなんですけど、ジェノベーゼはね、さすがに私、こういう港の料理が大好きなので、めっちゃ大好きなので、そうね、楽しみしてますよ。めっちゃ、いただきます。
うん。インテレッサンテ。おいしい。なんか失礼なんだけど、見た目からよりはおいしい。おいしい。だからね、サラダっぽくないかなと思ったんだけど、ちゃんとこのソースはね、めちゃめちゃシンプルに見えるけど、ちゃんとジェノベーゼソースに似てるんです。おー、使ってるチーズもめちゃめちゃ美味しい。うまい。ボヨン、ブリッシュ。ミネストローネ。ミネストローネはね、簡単に言うと野菜スープ。本物のミネストローネはいっぱい野菜を入れて、いっぱいこのソースとかあのチーズとか入れるんですよね。なんか日本で言えばミーゾーソープとかじゃないですか。ミーソーめっちゃ軽いじゃん。めちゃめちゃなんか飲みやすくて、もうほんと私から見るとほんとお水みたいなんですけど、ミネストローネはね結構たっぷりが入ってます。ではいただきます。ミネストローネね、お母さんよく作ってくれた。あ、うん、うん、あ、美味しい。信じられない、信じられない。これ今まで一番美味しいスープなんですよ。え、嘘。え、うまっ、うまーい。え、マジでうまーい。やばっ、美味しい。これはね、ベーコンと野菜がたっぷり入ってますんですよね。でもそのトマトジュースのミックス、マジでうまいです。いや、これもボニッシモですよね。いや、結構、コールドからホットでも結構味がイタリアに似てるから超嬉しい。美味しい。これはね、たくさん食べてもあんまり太らないんですよ。イタリアン風食べたいなんですけど、パスタだとちょっと太るんじゃないですか。だからイタリア人の女性はね、あのよくこのスープミネストローネがいっぱい食べます。イエーイ。はい、では次、みんなよく知ってるイタリアン料理、カルボナーラでございます。やりばたモメント。カルボナーラはね、正直言っていい？正直、まあもう正直だよ。日本のカルボナーラはね、ちょっと心が痛むんですよ。初めてに、なんか日本にあるイタリアのカルボナーラ見ると、もう、その、卵とか、ポッて出るんじゃないですか。で、あの、ソースも水っぽくて、ベーコンがそのままパッて、あの、入れるのは、なんか、なんか日本人はそのアメリカとか外界の、 あのカリフォルニア料理、カリフォルニアロールを見ると同じなんですよね。 どうせもまあ美味しいかもしれないけど、釣り方間違ってねって思っちゃうんですよね。でもこれ意外とまあ見た目から、まずは色がいい、まずは色がいい。許せないのはね、このベーコンなんですよね。これ、このベーコン。ベーコンじゃないんですよ、グアンチャーレ。でもね、わかる、日本でね、グアンチャーレ、ピッグのこっちのほっぺのところはね、なかなか見つかんない。グアンチャーレ買った時にね、2000円ぐらいかかっちゃったから、あ、もういいやって思って、だからベーコンにするかって。自分も思った。でも、私はね、カルボナーラめっちゃ大好き。では、いただきます。あれ？これは今までのカルボナーラと違うんだね、味。もともとのカルボナーラに似てる。マジうまい。え、マジうまい。今なんか、え、これマジうまい。なんかもちろん本物のカルボナーラだと、まあこういうちょっと水っぽいのはちょっとダメなんですけど、逆にね、ソースがないぐらいなんですよね、本当のローマのカルボナーラ。いつもローマに行くときに
いつも同じ一番おいしいカルボナーラ作れるお店に行くなんですけど、あのね、もちろんそれだと比べると全然違うなんだけど、なんだけどね、味似てるんですよ。このリトロアージ食べた後の口の中でね、結構合うんですよ。これなんで？え、イタリアンフェスはいつまで？ちょっとやめないでほしい。もうやめないでくれよ。マジやめないでくれよ。嘘。やだ、もうやめな、もうなんであのカルボナーラこっちにするべきなんだよ。するべきなんだよ。美味しい。これはね、これはね、意外とめっちゃ優しいなんですけど、これ10点にあげたいです。もう今までのカルボナーラ、そのセミリランとかもう簡単のあのレストランみたいの中で一番イタリアンに合うんですよ。一番似てるんですよ。ブラーボブラーボブラーボセミリラン、ブラーボ、te voglio bene adesso。 美味しい。私の実家のフォカッチャ、フォカッチャはね、パンとちょっと違うんですよ。ピッツァとフォカッチャが同じものとしてちょっと売られてるんですよね。で、これはね、フォカッチャとトマトとモッツァレラサンドと一緒です。イエーイ。お、トマトとプロシュットとチーズ、あ、チーズいっぱいあるんですよね。すごい。いただきます。うん、え、なんか、うん、ここね、ジェノベスソース、バジルソースも入ってるんですよね。うん、うん、バジルも入ってる。あー、バジルソース、なるほどね。うん、うん、まあまあ悪くはない、悪くないね。でも美味しい。なんかちょっと急いでる時にこれが一番なんか食べたいものですよね、ランチとしては。うんうん、フォカッチャね、日本のパン屋さんの方にもっと出してほしい。特にシンプルで出してほしい。何も入ってないやつでめちゃめちゃうまいから。めちゃめちゃうまいから。はい、次はね、もう一つのフォカッチャなんですけど、でかい、めちゃめちゃでかい、唐揚げみたい、これ。 See? I'm learning。 あ、めちゃめちゃ熱そう。ね、これはね、ハーブチキンとトマトとシーダーチーズ。あのね、このチーズあんまりイタリア使わないんですよね。なんとなく見た目からすごいアメリカンっぽいのものな感じはするんです。なんだ。イタリアンかな、これ。イタリアンかな、これ。めっちゃ熱いからこれで。いきたいと思います。では、いただきます。美味しいな。美味しいけど、イタリアンって言えないんですよね。なんだよ。あんまり、ハーブは、確かに、いやー、これ、アメリカっぽくない？ちょっとなんでチキンがいんのって。こんなに、特になんでこんなに、小さサラダではないね。ペコリーノとか、パルミジャーノとかね、いっぱいイタリアのチーズがあるなんですけど、なんでチーズ、なんかシーダーチーズ、なんで、これだけはね、イタリアンっぽくではないです。美味しいけど、イタリアンではないね。イタリア人としてこれ認めないんですよ。これは認めないんですよ。では、次のラストでいきたいと思います。La margherita da Issa!
中目黒のイサさんプロデュースしてるのピッツェリアですよね、のピッツァです。マルゲリータ、イサさんはね、大イサはね、知ってるんですよ。まあ、中目黒のこのピッツェリアはね、何回も行ったことあるんです。やっぱりナポリに一番、今まで食べたの中で一番本当ナポリで食べるようなピッツァだよねって思ってるので、すっごく楽しみにしてます。おぉ、こんな感じですよね。ウェイ。では、半分ぐらい食べてみたいと思います。いただきまーす。おぉ、色がいいね。おいー。いただきまーす。うん。あ、でも。うんうんうん。でも、冷凍ピザと考えたらめちゃめちゃ美味しいよ。うん。味はね、確かにイサっぽい。味はね、イサ作ってるってめっちゃわかるよ。超美味しいな。めちゃめちゃ美味しいな。ボアニスも。めちゃめちゃいい。はい、では最後イルドルチェに行きたいと思います。ティラミスはね、終わっちゃったんですよ。早い早い。もう検査に行ったらもう何ももうギリギリだったんですよ。だから今回はパンナコッタとピーチを食べてみたいと思います。これです。おお、ちょっと気になったものはね、このプロデューサーしてる人はパティセリー持ってるんですけど、エクリーブルはねフランスなんですよ。そう、パティセリーはフランスです。私の実家はちょうどフランスから1時間のなので、結構お父さんもパン屋の名前はねブランシェリと言うなんですよ。でもブランシェリはね、実はフランス語なんですよ。イタリアではなくて、フランスのパンとイタリアのパンに混ざってるのパン屋さんです。だからこれも一緒んじゃないかなって思う。パンナコッタはもともとイタリアの甘いものなんですけど、でも日本、フランスにも大人気だから、だからこそなんかピーチとか紅茶と混ざってるだと思う。紅茶ジューレとモモのパンナコッタ。モナペティと。なるほどね。これフランスだね。これフランス。これはやっぱり私の実家めっちゃ思い出すけど、フランス人に合わせてるの味だと思います。優しい、優しい味がするんですよね。どっちかというと女性だと絶対これ人気。はい、今日見てくれて本当にありがとうございました。久しぶりこういう動画が撮るのは本当だと思って楽しかったです。来週の撮影会は大変そうなんですけど、絶対5キロくらい太ってないんじゃないかなって今ちょっと思ったんだけど、久しぶりイタリアンっぽいのものを食べて、こんな安い値段で食べて幸せです。本当に幸せです。はい、いつも応援してくれてありがとうございます。最近日本人向けのファンクラブもオープンしました。ファンテの方に活動もしてますので、よかったら応援してみてください。いつもありがとうございます。また今度で会いしましょう。チャオ、チブディアモー。